本日はブレイキングダウンバンタム級王者の井原亮太郎選手に投資詐欺疑惑が浮上し、それに付随して過去に山川聡輝選手が受けた詐欺事件が再浮上いたしましたので、そちらについてまとめていきます。6月7日、井原亮太郎選手に突如投資詐欺疑惑が浮上し、この井原亮太郎選手に対して同じくバンタム級である山川聡輝選手は X にて、お前詐欺してたんか、随分とタイムリーじゃねえか、今まであんまり絡んでこなかったけどバンタムのトーナメントで唯一俺と試合してない人、てかそもそも最初はお前と試合する予定だったのにお前らの都合で勝手に組分け変えられて、こっちはトーナメントやってんだよ、俺はお前を倒せる自信あるし、やりたい相手いないんだったらトーナメント出ててやる権利ある俺と次やろうや、詐欺の話は誤解があるならしっかりと弁明するべきだと思うし、ちゃんと詳しくアンサーして。マジで動画見た時今の自分と重ねすぎてカッとなりツイートしてしまいましたが、今後の返答次第で消します。ただ先ほど中島蓮さんと連絡を取り、裏は取れているので消さないと思います。セカンドチャンスは誰にでもあるはずだし、最初から悪人で生まれてくる人間なんていないけど、更生したっていうならそれは全て罪を償ってからであるべきだろう。人の人生奪っておいて何が人に希望を見せたいだよ、なめんなマジで。金を奪うってことは相手の人生を奪うってことだぞ、何が殴られて思えてねえだろ、ふざけんな。同じ競技者として応援してたし、俺も井原みたいに盛り上げられる人になればと思ってたのにマジでショックだわ、などと連投し、投資詐欺疑惑が浮上している井原亮太郎選手に対してここぞとばかりに猛攻撃を仕掛けております。この山川聡輝選手の発言に対してネット上では、お前くらいだぞ和名店の、ファンだったけどアンチになったやつ休場するだろうな、もともとファンはいなかったか、最近出れないからってこうやって出たがりなやつ多いよね、ダサすぎるってさすがに、勝てないだら、もう少しまともやと思ったけど井原さんに便乗したくなってしゃしゃっただけの人で終わる、など山川聡輝選手に対して批判的な声が多く寄せられておりました。そんな山川聡輝選手に対して瓜田淳史氏は X にて、聡輝は最近詐欺被害に遭ったばかりで傷ついてるからな、早く犯人捕まるといいな、などと投稿し、山川聡輝選手に対して最近詐欺に遭って傷ついているとまさかの発言を行っております。そんな山川聡輝選手は今から遡ること約1ヶ月前、今年5月2日 X にて、ブレイキングダウンに出てからめちゃくちゃ用心深くなったんだけど、先日なんと詐欺られてしまいました、総額357万円。もう本当に人を見る目はそれなり痩せないかなって思ってたけど、マジダメダメだわ。本当に自分がバカだなと思うと同時に、スポンサーにつくよと寄ってきてキャバクラに連れ回されるのも疲れた。もう仲いい人やお世話になっている人以外絶対行かない。マジで詐欺に騙される俺が一番バカなんだけど、やっぱり騙すやつが一番悪い。どんな生き方したらあんな化け物が生まれるんだ。本当にこんなくだらない被害を他の人たちにも受けてほしくない。人生の計画がごちゃごちゃだわ。マジでこれを見てるフォロワーの人たちは注意していってほしい、などと連投し、総額350万円を超える投資詐欺の被害を受けていたことを明かしておりました。注目の集まる井原亮太郎選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。